開戦の8ヶ月前、国の指導者たちはアメリカとの決定的対立を避けるための外交交渉に乗り出そうとしていた。背景には陸軍が極秘で行ったアメリカとの戦力比較のシミュレーションがあった。その報告に立ち会った将校のエゴドキュメントが残されていた。そこには指導者たちの本音が吐露されている。3月18日、物的国力判断を聞く。陸軍の中枢で政策決定に関わった石井明穂中佐。この日、参謀本部で明かされたシミュレーションの結果は、陸軍の首脳に衝撃を与えた。誰もが、対米英戦は予想以上に危険で、真にやむを得ざる場合のほか、やるべきでないとの判断に達したことを断言できる。資源豊富なアメリカとの戦争が2年以上に及んだ場合、日本側の燃料や鉄鋼資源が不足することが判明。これを受け、陸軍大臣東条らは日米戦争は回避すべきと判断した。軍や政府の決定を知る由もなかった金原さん、育児日記に大きな変化が現れ始める。今こそ日本の歴史の大転換期であり、住代の育児日記も母の目に映った世のありさまを書き記していこうと思う。6月、金原さんを震撼させる出来事が起きる。世界の情勢はまた大変なことになってきた。独ソ開戦、寝耳に水のこのニュースに世界中大混乱である。日本の立場こそデリケートなものになってきた。ドイツが突如ソビエトへ侵攻し、独ソ戦が勃発。金原さんが敏感に感じ取っていたように、日本の運命を大きく左右することになる。独ソ戦勃発から10日後、それまでアメリカとの戦争を避けようとしてきた指導者たちが、ここで決定的な判断ミスを犯す。日本軍が南部仏印、今のベトナム南部に進駐したのだ。自存自衛上立ち上がらねばならない場合に備えて、改めて南部仏印に軍事基地を作るという要求が生まれつつあった。独ソ戦により日本にとって背後のソビエトの脅威がなくなった。その隙にアメリカの禁輸政策のため欠乏する資源を手に入れようと、東南アジアの資源地帯を抑えようとしたのだ。アメリカは日米のパワーバランスを崩しかねない日本軍の行動に強く反応した。そして日本への石油の輸出を止めた。石油の9割をアメリカからの輸入に頼っていた日本にとって計り知れない打撃だった。軍の指導者たちはアメリカがそこまで強硬に反応するとは想定していなかった。南部仏印進駐に関わった石井はこう振り返っている。
大変お恥ずかしい次第だが、南部仏印に出ただけでは多少の反応は生じようが、祖国の命取りになるような事態は招くまいとの甘い希望的観測を抱えておった。希望的観測が招いた石油の禁輸、アメリカとの戦争に慎重だった海軍も態度を大きく変える。地理品になるからこの際決心せよ。海軍のリーダー長野治美、この捨て鉢とも受け取れる言葉の裏には、長野なりの算段があった。今後はますます兵力の差が広がってしまうので、今戦うのが有利である。石油が底をつけば戦争はできない、その強迫観念が指導者を戦争へと駆り立てようとしていた。事態を冷静に見ていたリーダーもいた。海軍次官沢本頼夫、海戦に強く反対する。資源が少なく国力が疲弊している状況では戦争に持ちこたえることができるか疑わしい。沢本は戦争に勝ち目はなく、日米の外交交渉で解決を図るべきだと主張した。この方向に向かうことこそ国家を救う道である。10月、開戦の2ヶ月前、日米は対立を深めながらもギリギリの外交努力を続けていた。アメリカが日米交渉の条件として求めたのは、中国からの日本軍即時撤兵。しかしその要求は陸軍にとって受け入れがたいものだった。これは東条が日中戦争の戦死者の遺族を訪ねた時のものだ。日中戦争での戦死者18万人以上。東条たち陸軍首脳は撤兵はその犠牲を無にするものとして受け止めていた。ではアメリカとの戦争を選ぶのか、東条は悲壮な面持ちで漏らしたという。品事変にて数万の命を失い、みすみす撤退するのは何とも忍びがたい。ただし日米戦となれば、さらに数万の人員を失うことを思えば撤兵も考えねばならないが、決めかねている。6日後、東条は決断を首相に伝えた。撤兵問題は心臓だ。米国の主張にそのまま服したら品事変の成果を壊滅するものだ。数十万人の戦死者、これに数倍する遺族、数十万の負傷者、数百万の軍隊と1億国民が戦場や内地で苦しんでいる。泥沼の日中戦争がもたらした戦死者、耐え忍ぶ人々、指導者たちはその膨大な犠牲に判断を縛られていた。東条内閣総理大臣兼内務大臣兼陸軍大臣。10月18日、内閣総理大臣となったのは東条英機。この時天皇は日米交渉の継続を望んでいた。東条内閣発足の際、側近に打ち明けた言葉がある。いわゆる
虎穴に入らずんば虎子を得ずということだね。アメリカに強く出るべきとする陸軍強硬派を陸軍の東条に抑えさせる。それにより戦争を避ける道を探ろうとしていたのだ。しかし国民は軍人出身の首相の誕生に異なる期待を抱いた。今や市中に勝を求めるほかはないのである。いよいよ臨戦色濃厚な方向へ進む。全内閣に類を見ない思い切ったことを断行できるのではあるまいか。アメリカから再び中国からの撤兵を求められた日本。指導者たちは開戦を決定する。12月8日帝国陸海軍が西太平洋においてアメリカイギリス軍と戦闘状態に入れ、多くの人たちが新たな戦争は自らの鬱屈を晴らしてくれると信じた。